はい、どうも、西さんでーす。ショウキでーす。はい、ということでね、ショウキ君、はい、ちょっと前回ね、はい、出しましたバリアージュの、はい、なかなかの好評でございまして、ありがとうございます。デザインから第3弾がやってきましたね。はい、やってきました。よかったね。はい、よかったです。打ち切りにならなくて、ならなかったです。第2弾で、ね、打ち切りにならなくて、なんとか、はい、はい、この動画もですね、皆さんからご評価いただきましたらですね、はい、第4弾、第5弾もね、はい、続いていきますからね。そうですね、はい、ぜひ皆さん、まだ動画始まってませんけど、フォローして最後に言うやつやこれ。ってことでね、今日何をやっていこうかということなんですけども、はい、前回のね、動画でね、リクエストいただいたんですよ。はい、ホワイトブリーチが見たいというリクエストをいただいたんですよ。はい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 、で、俺、まあ、パーッと見ててね、はい、あー、なるほど、なるほど、ホワイトブリーチね。はい、で、ホワイトブリーチってさ、実際、じゃあ白まで抜きましょうってね、なったらね、はい、もうリアルに白、画用紙の白、もう真っ白ですね。そうそうそう、はい、ブリーチ何回しますか？もう4、5回。まあ4、5回って、結構、まあ、言われる、ね、言われる、ね、うん、とかと思うんですけどね、うん、そんなね、はい、4、5回もね、やってられへん。ね、お客さん的にもやっぱり時間もお金もかかるしね。やっぱりこう美容師側もなかなかそれだけのね、はい、こうちょっと高料金のロングメニューっていうのはなかなか提案しづらいところがあるんですか。はい、で、ね、はい、ってところで翔輝くんが今日はどうするんですか。はい、今日はね、はいはい、1回で、ほう、1回、はい、1回で、ほうほうほう、1回で何、ホワイトブリーチ、ほう、それはちょっと驚きですね。はい、それは言えないの。はい、でもね、まあ、実際そうなんだよ。サロンで実際にホワイト提案していこうと思ったら、はい、まあ、言うたらもうブリーチして流してブリーチして流してってなかなかできへんやん。そうなんですよね、うん、はい、とりあえずブリーチプロセスは1回、はい、1回です。で、はい、まあ、ホワイトカラーというよりか、そうですね、まあ、ホワイト系ですよね、はい、ホワイト系系のカラーをやっていこうという、はい、感じですか、感じで、はい、なかなか大丈夫ですか。ハードル上げてませんか。そうです。寝れなかったです。ってことでね、はい、はい、で、まあ、そのサロンで使える、まあ、ホワイトカラーみたいなのを ね、はい、まあ、今日はねちょっと提案していこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、こればかりはね、まあ、ちょっとウィッグでやっても、はい、まあ、ちょっと信憑性に欠けると、そうですね、いうことでね、ちょっとインスタの方からですね、はい、モデルさんを募集しました。はい、ありがとうございます。で、まあ、モデルさんにね、早速登場していただきます。はい、はい、あ、じゃあモデルさん、お願いします。お願いします。お願いします。あ、こんにちは。こんにちは。はい、お願いします。お名前は、あ、お名前、あ、タコと申します。あ、タコ、お願いします。今夜はよろしくお願いします。お願いします。はい、ってことでね、古くからの日産 TV の見たことあると、こいつ見たことあると思っていると思うんですけど、ちょうどね、今翔輝くんと同じ店にね、はい、働いてるタコくんに今日はね、モデルで来ていただきました。はい、はい、実はちょっとカラーしてるんですよね。はい、ちょっと一回ブリーチは、うんうん、ちょっと入れてやっちゃってるんだけど、はい、まあでもだいぶ根元伸びてるんで。そうですね、はい、もう長野くんどれぐらいカラーしてるの。どれぐらいでしょう、もう半年。半年もカラーしてんの。2、3ヶ月3、3、3そういう、いや、ちょっとすいません、盛りました。ハトさん、だいぶ盛ったやん。3ヶ月はしてないと思います。あ、3ヶ月ぐらいしてない、ぐらいはしてない。そうそう、だから結構、根元は何センチぐらい黒に置きますか。根元だいたい 1.5 ぐらいですね。なるほどね、はい、根元は 1.5 ぐらいは黒にしてって感じですよね。そうですね、だから最近もホワイトブリーチとかさ、全頭ブリーチって言っても、はい、根元まではまあいかない。そうですね、根元黒い方がなんならちょっとかっこいいとかあるでしょ。かっこいいですね。タコ君も今根元黒いか、かっこいいじゃないか。そう、そうですね、はい、これはこれで、うん、かっこいい。ありがとうございます。で、このタコ君をまあしっかりとこうホワイト系のね、カラーにしていこうということで、はい、でワンブリーチの後流して、はい、で、まあ、オンカラーして、まあ、ホワイトっぽく見せるっていう、そうですね、ことだよね。はい、非常に、まあ、ホワイトベージュぐらいの、はいはい、非常にちょっとこうサロンでも使えます。そうですね、リアルサロンワークでも、はいはい、もう明日から使えるような。あ、なるほど、はい、そんな感じでできるんですか。できます。わかりました。失敗せんとってよ。失敗したらもう打ち切りやから。では早速始めてみたいと思います。はい、思います。
はい、ではね、はい、ブリーチからやっていきたいと思いますけれども、はいはい、今日使うブリーチは何ですか？ブリーチが、アリミの120ブリーチです。アリミの120、はい、が 6% 2倍ですね。 6% 2倍ってことですね、はい、に対して、うん、こちらのおっと、はい、これはあれじゃないですか、キラフェクトコネクタじゃないですか、はい、噂の最近巷で話題の、はい、話題のキラフェクト、キラフェクトコネクタ、はい、キラフェクトコネクタはどれぐらいですか、はい、これ、1材と2材の総量に対して 5% です、ね、5%、はいはい、これはどんな効果がある？これはあの、まあ、髪の毛の体力を上げるのが一番のやっぱり役割ですね、うんうんまあ、これを使うことによって、はいまあ、いわゆるちょっとこうダメージレスというか、そうですね、これだけでもだいぶ、うんまあ、切れ毛とかもそうですし、うんまあ、だいぶあの軽減はされます。なるほどね、はい、ちょっとプレックス効果、そうですね、感じですかね、はいはい、なんでまあケアブリーチをこれで作ってるっていう感じですね。なるほどね、はい、ではちょっとこちらでやっていきましょう。はい、はいはい、お願いします。はい、じゃあ塗っていきます。はい、お願いします。リタッチからですね、ちょっと根元の方から、はい、根元の方から塗っていきます。根元は何センチ開けイメージ？根元はだいたい5ミリぐらいですね。5ミリ開けイメージぐらい、はい、まあ、今日はタゴさんちょっとお肌があまりあの強くないとのことなので。タゴさんお肌染みるんですか？結構染みやすい。最近染みるようになりました。最近染みるようになってきた。はい、あ、前もええ年になってきたなでこれね、年取ると染みてくる。そういうもんですか？やっぱりそうなんですね。まあ、スライスは細かめというか、だいたい表塗ったらちょっと裏面もちょっと着てるかなっていうぐらいの、はい、スライスが理想かなと思います。はいはい、で上に跳ね上げとく感じが、そうですね、まあでもホワイトブリーチってやっぱショート、まあ、メンズとかもそうですし、はい、まあショートの人多いよね。そうですね、あんまりね、めちゃくちゃロングのロングでワイドブリーチした人あんま見たことない。あんま見たことないですね、確かに。だから基本ショートなんでこうやって跳ね上げとったら、うん、まあ根元にもつきにくいしって感じ、ね、そうですね、だいたいまあ鉢の下ら辺までくるともう全部裏塗りといいますか、うん、あ、はい、下の方だけじゃもう裏で塗る。そうですね、全部裏でいくと、うん、まあ早いですし地肌につく心配も、うん、はい、あんまりないかなと思います。今回は刈り上げの部分は黒でってこと、はい、黒で、はい、置いておきます。ちょっと根元もあの黒で残すので、うんうん、ちょっとそれに合わせて、あ、刈り上げの部分は黒で、はい、黒で置いておきます。最近本当あれだよね、はい、根元が黒いハイトーンっていうのが多いよね。そうですね、うん、まあ、でも確かになんかその方がかっこいいっちゃかっこいいもんね。かっこいいですよね。なんかね、はい、根元までベタベタに染めるよりかはね、ちょっとね、立体感が、立体感が出るよね、はい、うん、いや俺もっと根元黒いって聞いて、はい、もうちょっと開けるんかなと思って。ああ、そうですか。案外詰めるやん。案外詰めますそうなんやね、はい、ツッコミで詰めてオンカラーでちょっと暗くする感じされて。そうですね、オンカラーで、うん、あのちょっと今回は、はい、行こうかなと。なるほど、ね、思います。それもあんまりブリーチで開きすぎると、うん、あの根元の根元の部分ですかね、の上がりがちょっと悪くなっちゃう可能性もあるんで、あ、なるほど、ね、ちょっとオレンジラインといいますか、はい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 、だからそこの部分をだからその濃い体でカバーした方が、そうですね、よりはっきりと白黒がのコントラストが出る。そうですね、抜くところはしっかりあの抜いておかないと、やっぱそこが色入りづらかったり、なるほど、はい、するので。英語の聞いた、うん、ちなみに翔くん、これ、はい、手袋せずにやる？あ、手袋、はい、もう僕らリタッチは手袋しないですね。ああ、はい、さすがに毛先塗るときとか。毛先はさすがにします。ブリッジ塗るときは、はい、毛先はするんですけど、根元はリタッチは、まあ、僕は、はい、僕はなんですけど、まあ、実際手袋しない方が実際操作しやすいもんね。そうなんですよ、髪の毛とかぶっちゃけない、はい、でもまあ荒れてしまう人はね、はい、手荒れしやすい良い子の皆さんは、はい、まあ、まねしないでください、はい、正気はあんまり手荒れしないんで、あまり手荒れしないんで、はい、手袋しちゃってますけど、はい、良い子の皆さんはまねしないでちゃんと手袋してやってください、はい、手袋はしてください。はい、でちょっとチェックをしていきます。あ、一番気をつけないといけないところ、根元伸びてるところと傷
気仙部ですね、うん、の間の黒いラインが残ってるのが一番きついんで、うんうん、ちょっとそこを絶対なくすような感じでチェックしていきます、うんうんうん。まあ、これでも今回ね、多分手先がワンブリーチ入ってるんだけど、はい、まあ、ホワイトにしたいって人、まあ、ブラックからあんましないもんね。あ、そうですね、まあ、なんかブリーチして、はい、やっぱりどん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 ちょっとエスカレートしていってさ、はい、ほんでホワイトってなるだからまあこういう状態が多いよね、やっぱね。はい、こんな感じ。とりあえずリタッチが、リタッチが終了しました。はい、終了しました。しっかりべったりなってる。そうですね、塗布量はべったりなんですけど、はい、地肌にはついてない、うん、はい、っていう感じですね。感じですね。この状態で、はい、タコさん染みます？全く染めてません。え、全く？はい、全く染めてないです。全く、はい、染みやすいのよ。染みやすいですけど全く染みてない。最近染みやすくなったっていうか、最近染みやすくなった太郎さんですけど、ね、全くですね。はい、大体10分ぐらい置きましたね。そうですね、はい、はい、まあまあもうちょっと追いつくかなっていうぐらいなので、うん、このタイミングで大体16レベルぐらいですかね。たとこでちょっと毛先まで伸ばしていきます。で、ここから、はい、毛先塗るときは、はい、まあ、もう中間部もサイトフするイメージ。そうですね、サイトフしながら、うん、ちょっと毛先の方に伸ばしていく感じですね。大体、うん、こんな感じで、こんな感じで、はい、毛先が塗り終わりましたので、これでまたまだ時間を置きます、はいはい、ちょっともう15分ぐらいは、うん、ブリーチ効力が切れるぐらいまでかな。そうですね、とりあえずね、はい、はい、一応メーカー推奨が、まあ、20分30分ぐらいなんですけど、うん、全然60分とか、あの置いても全然上がるので。あ、そう、はい、まあ確かにね、はい、実験でよく一晩置いたりもしてるので、うん、はい、はい、だいたい色がまあまあ、そうですね、まあまあ抜けてきましたね。まあまあ、イエローになってますね、はいはい、もうこれでですか、ね、はい、シャンプーですか？いや、ここで、お、はい、シャンプー行かへんの？シャンプー行かないです。どうした？もうこれ終わる。これを一回剥がして、剥がして、はい、うん、再塗布します。再塗布、オイブリーチですね。おっと、はい、ここちょっとあれやね。そうです、ちょっとセコ技というか、はい、セコワンプロセスとか言いの、はい、言いながらオイブリをかましていくと、はい、いうことですね。まあ 1.5 回なるほどね、うん、ぐらいですかね、うん、まあ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 、追いぶりぐらいはやりましょうよね、はい、ホワイトなんだからね。そうですね、はい、はい、まだ流すのは、うん、流すのは1回だからね、はい、プロセスはワンプロ、ブリーチプロセスはワンプロってことだよね。はい、はい、ってことで、はい、まあ追いぶり行く前に、ちょっと今、うん、塗ってるブリーチを、はいはいはい、ちょっと剥がしていきます。なるほど、はい、はい、まあ、全然あの手でも、うん、何でもいいんですけど、僕はちょっとハケのちょっとテール部分でいつもやってます。結構あれ、はい、しっかり剥がすんやけど。しっかり剥がします。もうコーミングでこしとるだけだかな。そうですね、やっぱりちょっと残り方がやっぱちょっと違うんで、しっかりと、はい、剥がしていきます。なるほど、ね、はい、そんなに完璧にあの剥がさなくてもいいんですけど、うん、まあでも剥がせば剥がすほど、まあ、次の追いぶりも聞きやすくなるっていうのはまあ間違いないもんね。ね、はい、はい、まあでもホワイト系カラーやから、はい、抜けるだけ抜いとった方がいいもんね。その何レベルとかっていうんじゃなくてね。そうですね、もう抜けるだけ抜いてた方がいいっていうのはまあ間違いない、はい、間違いないですね。オイブリーチも使う薬剤一緒ですか？はい、は全く一緒ですね。全く一緒、はい、アルミノブリーチ120、アルミノブリーチ120に、キャラフェクトコネクタも入れる、はい、総量の 5%、うん、5%、はい、入れます。では量はちょっと少なめになるのかな。そうですね、最初は完全ドライで塗ってたので、うんうん、多少ちょっとウェット状態に近い状態になってるので、まあ、ね、うん、ちょっと気持ち少なめで、はい、少なめでいきます。はい、じゃあこれでオイブリーチしていきます。塗り方的には、塗り方的には一緒です。一緒、はい、根元をさっきリタッチしたところから、まあ、今回の場合ちょっと毛先が上がっているので、うんうん、ちょっと根元から中間あたり、あともうちょっと上がりが足りてないとこから塗布していきます。言うたらまあちょっと色合わせつつみたいな。そうですね、うん、
感じですね。ちょっともうちょっと上がってほしいなってところから、うんうん、はい、塗布していきます。まあ、揉みながらって感じですね。そうですね、ここは揉みながらにはなってきますね、はい、全体を透明度を上げつつ、はい、まあ、こうムラっていうか、そうですね、明度差も調整 しながらみたいな感じですね。そういう感じですね、はい、これも大体ね、はい、塗り終わってますけど、はい、結構あるよね、正規、はい、まあまあ薄く塗るよね。まあまあ薄めですね。やっぱりあれ、はい、なんかちょっとゆっくり徐々にみたいな。そうですね、あんまりガツンとこのホワイトやから取ってガツンといくとやっぱムラになるみたいな、そうですね、そういうやり方なのかな、はい、なるほどね。必要なところに、うん、まあ、必要な分を、うん、感じですかね、塗布していってゆっくり仕上げていくみたいな、はい、そうするとこう綺麗く上がるみたいな、そうですね、感じやね、はい、まあ、失敗はしにくいかなと思いますね。顔、うん、もしないもんね、正直。そうですね、顔しないですね、うん、正直、はい、ノーカオンマイライフだもんね。はい、そうです。ノーカオンノーカオンマイライフ、やっぱりそれも脱色のスピードが上がりすぎるからって感じ。そうですね、でどうしても行き届かない部分もやっぱりあると思うんで、 あとは熱、ダメージとつながりやすいので、ちょっと僕は極力使わない、ゆっくり徐々に優しく仕上げていくと。そうですね、ちょっと時間がかかるかもしれない、はい、時間かかるんですけど、その方がダメージは圧倒的に少なかったりとかは、仕上がりやっぱ綺麗、はい、じっくりコトコト、あ、じっくりコトコト、はい、じっくりコトコトです。はい、大体、はい、何レベルぐらい、大体 17.5 ぐらいですかね、17から 17.5 ぐらいまで上がれば全然いけそうな、なるほど、ね、はい、感じです。まあ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 、これぐらいやったら普段のサロンワークでもブリーチプラスおいで上げれんことはない、全然、ね、はい、なんなら今日はここの半分ぐらいが黒い系だったので、あ、そうや、真っ暗だもんね。そうです、そうです、うん、がここまで上がるので、これで白くで白っぽく見せれるわけですか。そうですね、オンカラーで白っぽく、うん、はい、見せていきたいかなと、なるほど、はい、思います。じゃあこれでシャンプーいきましょうか。はい、シャンプーします。はい、はい、シャンプー上がってきました。はい、上がってきました。まあまあなイエローですね。イエローですね、なるほど、はい、せめてこのぐらい、せめてこのぐらいですね、うん、まあでも、はい、逆に言えばこのぐらいやったらサロンでもまあそこそこ抜けると、その何回もしなくてもね。そうですね、なるほどね、はい、こっからちょっとホワイト系になると。そうですね、はい、ホワイトにしてくれって言われて、はい、これやったらどこがホワイトだよ、ね、どこがホワイトやねんってなるけどね、はい、なりますけどね、はい、こっからホワイトになると、はい、ホワイトっぽくなる、ぽくぽく、はい、わかりました、なと思います。じゃあちょっとオンからやっていきましょうか。はい、はい、さて、ショイ君、はい、オンカラーはどんな感じですか。はい、オンカラーはまず毛先ですね、今回ホワイトベージュでいこうかなと思ってますので、うん、そしてソフトタッチ、ね、ウエラーソフトタッチ、はい、ソフトタッチ、ローアルカリカラーですね。そうですね、はい、の中ではちょっとアルカリ高めの、うん、まあ、そうですね、はい、部類の6-8パールですね、はい、で、6-8、はい、じゃあピンクパールですね、ピンクパール、はい、パールとピンクパールとピンクパールを、1対1ですね。1対1、はい、6レベルを使っている、はい、そうですね、ということですね、はい、に対してクリア出ましょう、クリア、はい、クリア、はい、前も使いましたね、はい、使いました、はい、クリアを、キャラ猫クリア、はい、が、まあ、3倍、今回は、はい、3倍で、3倍、はい、いこうかなと。こちらが3で、はい、こちらが1、はい、っていう感じですね。そうですね、はい、1対3で、はい、はい、いこうかなと思ってます。これが毛先ですね。はい、毛先です、はい、で根元の、うん、根元のちょっと黒い部分、ね、そうです、黒い部分をアディクシー、グレーパール、グレーパール3、はい、はい、結構ショウ君といえばもう、そうですね、はい、前ねバレエアージュの根元の部分にも使いました、ね、にも使いました、はい、やっぱこれは何、はい、オレンジ味を消す効果が、そうですね、オレンジ味、うん、根元のちょっと、うん、あのブリーチを甘く残してる部分を消すのには、うん、もうこれかなと。なるほど、僕はこれも大好きです。なるほど、はい、グレー、サンドグレーパールを根元に、根元に、はい、これ単品で、はい、使っていく、はい、使っていきます。オキシは、オキシは、こちらが 2.4% ですね。 2.4%、はい、ミルボンのアディクシーは 2.4%、 アディクシー 2.4% でいきます。はい、はい、で毛先の方は、うん、まあ、ソフタッチの、はい、ソフタッチの 2.8%、はい、ソフタッチの 2.8%、はい、っていう感じですね。そうですね、これは2倍ですね。
2倍、はい、そうですね、ソフトタッチが2倍の金額、ね、はい、に合わせて2倍で、うん、2倍でやっていきますね、はい、いきます、はい、で、トークの前にちょっとこちらの、はい、そうですね、ロレアルの、うん、メタル DX っていう、メタルデラックスかっこいい、ちょっとかっこいい名前、かっこいいな、何なのメタルデラックスって、はい、あのこれはマツコデラックスではないではないですではない、メタルメタルデラックス、はい、うん、何なんですかこれは、これはやっぱりブリーチ、まあ、アルカリカラーもそうですし、うん、あの普段のやっぱシャワーとか、うん、あの生活して、まあ、水道水、うん、やっぱりあの付着している金属イオンをちょっとあの有利させる役割をしてくれます、うん、その金属イオンを取ることによって、はい、どういう効果が出るんですか。もう超ダメージレスに。ああ、ダメージレスに、はい、やっぱ髪の毛に金属イオンが残ってると、うんうん、そこにアルカリのカラーを、ね、うん、入れると小爆発、ね、あ、ちょっと起こしちゃうので、はいはいはい、うん、やっぱダメージの原因になって、うん、あとは切れ毛、生みやすくなってくるので、うん、とこちら振るだけでも、はい、あのそのこちらをです、ね、うん、塗布前に振って塗布前に、はい、振ってちょっと軽くコーミングでなじませて、はい、でちょっとあの時間、あのまあ、2、3分ぐらいですね、うん、はい、置くとちょっとあのキシキシとした感じになってくるので、うん、それはちょっとこれが効いてる、うん、はい、証拠なので、うん、なのでその振ってからちょっと置いてる間に薬作ったりとか、うん、っていう使い方をしてます。わかりました、はい、はいはい、はい、まず根元から、根元から、はい、塗っていきま す。もう根元はそんなに難しいわけでもないんですけど、やっぱり3レベル使ってるので、うん、まあ、できるだけ伸びないように1センチから 1.5 センチぐらい、今回はちょっと暗い部分作っていきたいんで、大体1センチから 1.5 センチ、もう普通 の、 あのリタッチ塗るような感じで、グレーカラーのリタッチ塗るイメージで、そうですね、はい、塗っていきます。これも根元にやっぱりもう黒い部分作ってるから、はい、そんなにもうべったり、そうですね、あんまりベタベタ、はい、グレーみたいな感じでベタベタ、そうですね、いかなくても全然大丈夫です、うん、はい、もう根元塗ってすぐもう間髪入れずに、はい、そうですね、もうそこ毛先で、はい、感じですね、はい、あのそんなに根元の薬を伸びない程度に、ああ、なるほどね、はい、あとあんまり毛先の時間差を作りたくないので、うんうんうん、ちょっと全体的にバーッと、うん、はい、素早く素早く塗っていく感じですね、うん、根元トントントンと薬を置いて、はい、まあ、コーミングもなしで、そうですね、で毛先をそこで塗る、そこで、はい、っちゃいます。あんまり根元の薬塗るときにね、はい、あちこちやりすぎてたら結構毛先に伸びてきちゃうもんね。そうですね、そこはちょっと、はい、そこは注意だね、だいぶ気をつけないといけないところかなと、うん、しっかりとこうちょっと塗り分けるという感じですね、はい、そうですね、はい、こんな感じで中が黒く、はい、先が白い、先が白く状況になってますね、はい、はい、あとはこれちょっと塗りながら、うん、いい頃合いで発色見ながら、はい、したりなと。これはもう放置時間というよりかも、もう発色見ながらって感じかな。そうですね、はい、なんでまあちょっと紫、薄紫っぽい感じが出てきたなってところで、うんうん、シャンプーいく感じ、はい、はい、っていう感じがまあ僕の感覚ですね、なるほどね、はい、はいはい、今全体塗ってからどうですかね、3、4分、4、5分、そうですね、4、5分経ってるんですけど、まあ、ちょっとこう毛先の方が、そうですね、はい、ちょっと紫が発色してきだしたので、うんね、流すタイミングですね、もうそろそろ、はい、素人目には割と結構深く入ってきてるんじゃないのみたいな、そうですね、はい、この辺が、見極めすごく大事ですね、はい、あんまりでも大きすぎると本当紫になっちゃうんで、ですよね、はい、ちょっと薄紫が感じられるかなっていうぐらいで、ああなるほど、はい、流す感じね、そうですね、ああなるほどなるほど、ちょっと薄紫が感じ、そうですね、はい、このぐらいの感じです、はい、はい、こんな感じでシャンプーですね、シャンプーですね、了解です、はい、はい、シャンプー上がってきましたね、はい、なんか光ってる、光ってます、うん、まあ、濡れてるとこんな感じですね、濡れてるとこんな感じ、はい、でもまあシャドウルーツっていうかね、はい、黒いところ と、 と、まあ、ちょっとまあ明るい毛先のメリハリが出つつっていう感じですね、はい、じゃあちょっとこれで乾かしてみましょうか、はい、乾かします、はい、はい、はい、乾かしましたね、はい、終わりました、かなり
なり白いんじゃないですか。そうですね、まあこのぐらいの、はい、感じには黄ばみはもうほぼ完璧に消えてるよね、はい、そうですね、黄ばみは、はい、だいぶ、うん、消えた上で白い、はい、なんならブリーチ繰り返しました的な感じの白さまでいってますよね。はい、はい、で、ちょうどです、ね、ちょっとシャドールーツの感じも、ね、まあ、感じ根元もしっかりとクロップして、はい、まあこれスタイリングだよね、まあ、もちろん今ちょっとカラー見てもらうためにはい、つけてない状態ですけれども結構いい感じで、うん、まあ、スタイリングしてスタイリングつけるとまたこれさらにシャドールーツな分こう束感とかがそうですね、束感も出て立体感も立体感が出やすいですね、はい、はい、かっこいい感じになるかなと、うん、なるほどなるほど、はい、結局まあそのブリーチして、はい、濃いブリーチして、はい、オンカラーはちょっともう薄い紫、はい、そうですね、オンカラーが薄い紫ピンク系やったっけ、はい、ちょっとまあ今回ピンク系の、うん、青紫ではない、青紫じゃなくて僕はちょっとピンク系の方が安定はしやすいかなと、ね、青紫の方がちょっと紫に走りすぎちゃったりするかなと思いますので、はいはいはい、僕はちょっとピンク系を選択してる、はい、そうですね、なるほどね、はい、確かにまあいわゆるこのホワイトブリーチっていうのとは、はい、まあもちろんね違うわけだけど、あ、そうですね、もうそのガチホワイトブリーチって言ったらそれはもうね、はい、もう4回も5回もやっぱ抜いてってしないと、もっと、はい、時間を置いたりとか、そうそうそう、はい、でもあれだけのまあ黄ばみが出た状態から、はい、まあ、サロンで作れるブリーチ状態からのホワイト系としては、はい、結構いい感じじゃないかなと思いますよね、はい、はい、ということでね、はい、今回はサロンで使える、はい、ホワイト系、ホワイト系カラーっていうことでね、はい、割とやっぱたまにやっぱ注文あるよね、そうですね、白くしたいっていうね、はい、若い結構メンズが多いかな、そうですね、最近増えてきましたね、増えてきました、やっぱちょっと韓国っ、なるほどなるほど、ぽい感じ、はいはいはい、ちょっとね最近多くなってきたんで、はい、だいたい時間も、はい、まあ、2時間半3時間まあそんなもんよ、はい、ぐらいで終わっちゃうもんね、はい、まあぜひですね、はい、皆さんね試してみてもらいたいなと思いますね、はい、はい、まあそれ以外にもね、デザインカラー、デザインカラーですね、どしどしコメントをですね、はい、リクエストいただきましたら嬉しいかなと、嬉しいですね、はい、はい、また、はい、練習して勉強して、はい、紹介いたしますからねはい、はい、まあ翔輝くんのインスタの方もよかったらご覧ください、はい、ホワイト系のカラーとかもね結構何個か出してたりとか、そうですね、ハイトーン結構出してます、ハイトーン結構多いですね、はい、出してますんで、はい、よく、はい、ぜひご覧ください、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら、さよなら、タコお疲れ様でした、ありがとうございました、どうでした、めっちゃ白い、でもめっちゃかっこいいと思いますいいよ、はい、いいよ、はい、いい感じですね、目立ちますよ、はい、どうでした、いや緊張しました。緊張しました。はい。一発勝負。一発勝負。ファーストテイクだった。ファーストテイク。はい。まあミスったらね。はい。なかなかこういうモデルさんもね。ボツになって。はい。お蔵入り。まあワンブリッジってまあいいけどね。まあまあ極めやんか。でそこからなんか変にグレー入れたらまあ結構黒く沈むやん。極み消そうとしたら、ね。これだけ薄く極み消せたら。結構いいな、はい、ね、村さんは絶対いるよ、村さんは必須です、村さんなかったらこれ3日じゃん、そうですね、3日です、3日っていうか次の日には大仏なと思う全然違いますもんね、はい、ミサの頭ですか、嘘根元少ないんで、俺がやったら頼む知らないおっさんがでもかっこいいじゃないですか、太郎がやるからなんかああいいじゃんってなるけど、俺がやったらそうですか、うん、ただのうわ、兄さんに今白髪増えたそんなキッカーのボールでさ、あれお前太郎にしやんいや、かっこいいよ、エッチかっこいいけど、あれは結構好きですけど、いや、かっこいいけど、あれはちょっとやっぱり、うん、年齢上に、ああ、そうですか、